はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつざわりょうじでございます。すみれ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金にさせていただきたいと思います。先ほどですね、NHK の資料をいろいろ調べてみたら、支払い率っていうのは、契約世帯と回収、払ってもらった率っていうのがですね、ありまして、毎年 80%、81%、80%。まあ、その辺推移してるんですけれども、あれおかしいな。滞納件数、先月の時点で122万世帯って数字出てたんですけれども、NHK の契約って4100万契約ぐらいあるんですよ。ですんでね、8割、2割が払ってないとすると、800万世帯ぐらい払ってない計算になるんだけど、122万件って発表されてるし、おかしいなぁ。なんかからくりがあるんでしょうか。4000万分の122万世帯滞納って言うと、滞納率 3% ぐらいですよね。それが実際は8割、80% 支払い率。じゃあ 20% 払ってねってことか。いう感じでね。でね、事業所、一箇所で何百契約もしている病院とかホテルとか、除いた一般世帯は、もっと跳ね上がるわけじゃないですか。そういうとこはあんまり滞納しませんもんね。してみっと、7割、6割、つまり、3割、4割、滞納してんのかな。ちょっと謎ってあります。もうちょっと詳しく調べてみたいと思います。突然更迭されたですね、経済安保法取りまとめ責任者藤井敏彦室長の文春記事出ました。続報、昨日の時点で詳細分かんないんで、これ噂ですんで続報待ちですって言っといたやつなんですけど、なんか朝日新聞の女性記者の自宅にお泊まりするほど年頃にしちゃってたみたいですね。経産省の官僚さん。記者が工作してんじゃなくて、工作員が記事書いてんで言われる朝日新聞を甘く見たのかな、この官僚な。ねえ、朝日新聞の女性記者宅に泊まってしまう。まあ、朝から憲法について議論をしていたなんて、ほざいたやつも、いましたけど、なんか弁護士とお泊まりしちゃって、やっぱり文春に、報道されちゃって、今は辞めちゃったけど、元国会議員で、そんな人もいましたけどね。朝は、女性だけ、テッカテカの顔して車乗ってとこ取られちゃって、男の方はげっそりと、これは世の常ですけどね。経産省官僚でですね、多分東大なんでしょう。多分ハーバードかなんかも行ってんでしょう。お勉強はできるんだろうけど、ちょっとリアルな人生については無知だったのかな。朝日新聞女性記者と年殺しちゃうなんてなーって、残念に思います。テレビ朝日のセールスプロモーション局ソリューション推進部長、何が何でも分かんないですけど、これ分かんねえな、これ何のこっちゃ。まあとにかくテレビ朝日の部長ですよ、三田ってやつがですね、助成金詐欺で逮捕だって。経産省がやってる事業なんですけど、 IT 導入助成金詐欺で逮捕。テレビ朝日、当社業務との関連は現状確認されておりませんが、当社社員が逮捕されたことは大変遺憾と。うちは無関係ですけど、社員なんで遺憾ですって言ってますね。ネットの反応です。会社に IT を導入する名目で申請しているのに関係ないって。 IT 導入補助金って企業向けだぞ、無関係なわけないだろう。部長が申請して入金先はテレ朝の口座、
当社と関係ないってアホか。してみっとこの部長はテレ朝名義の口座の金自由に出し入れできたんですかね。部長がそれはそれで問題じゃないこれ。大企業の部長がなんでこんなことを。部長級だしズブズブだろ。これはまあ組織ぐるみだろ、あテレ朝ぐるみだろ、いうことですか。今夜のホステではカレーにする、お仲間に優しいテレビ局は報道しない、国籍と本名は見たって報道されてますけど本名じゃないかもしれませんね、これはテレビニュースになりましたかね、昨日出たんで昨夜報道されてるはずなんですけどテレビないからわかんないです私、全局で結託してですね、富士でも NHK でも完全隠蔽したとこだし業界だしね、まあどこも一切報道しなさそうだな、最近のテレ朝の不祥事ですが、緊急事態宣言中にカラオケ屋で大騒ぎして転落し骨折、五輪非売品ドラえもんバッジ転売、社員が空き巣これは恥ずかしい、視聴者の質問捏造などなど、いやー犯罪係数高いっすな。ドミネーターだったら300以上で完全排除しますって女性の声で言われちゃうんじゃねえの、消滅レベルね。普通の企業だったらあの風評被害で倒産レベルなんですけどね。 NHK の逮捕者は一般企業の約50倍であります。これはあの和田政宗議員があの喋ってたとこなんですけど、民放は全部あの NHK の子分でですね、親分見習ってんだな。テレビ業界どこも犯罪係数高いな。昨夜の経産省官僚の更迭はですね速攻叩いてたんだって思いっきり、原因はテレ朝じゃないや朝日新聞女性記者なのに叩くっていうですね、自分を高い棚に上げ恥じることが全くないのですね、まあ、横の国と一緒ですよ、特殊野党と一緒ですよ、立憲共産令和社民ね、嘘をためらわないっていうのも一緒なんですけど、なんかあのテレビ業界と特殊野党と横の国親戚かなんかですか、親戚かなんかですか、このこの部長ねひょっとしたら出世すんじゃないかな、これ出てきたらですね組のために尽くしたこの子言ってですね、なんせですねあの補助金詐欺で政府の金奪った日本政府にダメージを与えた英雄ってことでね、どっかの国みたいに銅像立ったりしてね銅像立ったりしてね、テレ朝の親会社の朝日新聞なんですけど慰安婦記事を20年で7400本、ほぼ毎日1本書いてたっていう異常な行動した後に捏造でしたっつって社長が謝罪し謝罪記事も出したってとこなんですけど、いや知ってるだろって7400本も書いたんだから普通の人間できねえよそれ、異常だよ、異常な粘着異常な収入、この破壊工作員どもがって思うわけなんですけど、共産党何を焦ってんだか突然ですね慰安婦は強制された現地でひどい目にあったと赤旗で主張、なんだいきなり突然、C 和夫もですね愚かしくも恥ずかしい歴史修正主義の台頭ということで事実を言う人を愚かしくも恥ずかしいって言ってますね、歴史修正主義者はどっちなんだかさっぱりわかんないですけど、まあまああの自分を棚に上げて嘘をためらえないっていうのが特徴ですから、だいぶ情報古いな、でもな、C和夫も共産党もな、ネットの反応です、大本の朝日が捏造と認めてただろ、最高裁が2回も嘘記事認定してるけど事実に基づく反論は聞こえないのかな、韓国政府ですら無理と諦めて言わなくなったのに、お前らの犯罪史も修正せず認めろ、反論があるのに聞こえない共産党、
便利な脳みそだな。そこまで言うなら物証出せ物証。まあ物証皆無だが事実です。これ言ってておかしいって思わない連中なんですよね。まあ共産党員はですね、シーカゾーがなんか言ったら、うんその通りって何も考えねえで鵜呑みする。まあ宗教、共産党が宗教だって言われてるゆえんですけどね。そもそもですね、あの殺人が平気な連中がですね、嘘をためらうわけないんですよ。嘘つきは泥棒の始まりって言うんですけど、逆に言うと泥棒が嘘をためらうわけがないし、人も殺してますからね、日本共産党。そんな連中が嘘をためらうわけないんですよな。政府公式見解でもですね、共産党の亡命、暴力革命路線に変更なしっていう、見解出してます。今でもクーデター企んでるってことですね、これね。言うこと書くこと主張すること全部嘘って考えた方が無難であります。どれが本当なんだろうって探した方が早いと思います。まあ、あの和夫によるとですね、昨日投稿した愚かしくも恥ずかしいなんて投稿しちゃったみたいですけど、本当に情報が古い、あるいはあえて脳みそを更新しない、突然の蒸し返しと、何焦ってんだろう、なんでいきなり、何突然、不破鉄道90歳からの指令があったのかな。ハーバード大の教授がですね、ヤンフは自由意志の風俗嬢でしたとさって論文書いたんで焦ったんでしょうかね。大丈夫です。あの日本人はもうそんな話相手してねえから、もうみんな嘘だって分かってますしね。朝日が捏造を認めたことで韓国政府も何も言わなくなったしね。韓国メディアや国会議員、韓国議員は相変わらずなんかわめいてますけど、まああの共産党はこいつらと親戚なのかな、親戚なのかなとあえてニヤニヤして言ってみますけどね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。